朝来市の美術館で来年の干支牛をテーマにしたアート作品を集めた展示会が開かれています。朝来市在住の書家上地排斥さんの大将牛や姫路張子の作家松尾聡さん作の千両箱を背負った牛千両牛、姫路市出身の森下泉さんの牛の皮を切り出した小物それは私の物語など、展示されているのは来年の干支牛をテーマにした作品ばかり。朝来市の朝来芸術の森美術館では毎年年末の時期に次の年の干支をテーマにしたアート干支展を開催しています。今回のテーマの牛は黙々と真面目に働く姿から誠実さを象徴する縁起のいい動物と言われていて、会場には国内外の作家による書や絵画彫刻などの作品およそ150点が並びました。2020年はやはりコロナ禍に振り回される大変な年だったんですけれども、2021年は新たな年はみんなが安心して心豊かに健やかに暮らせるような年になればいいなというふうに思います。このアート干支展は来年の1月11日まで開かれ、一部の作品は販売されています。